では名称ハリオの岡田稲尾調教師にお伺いいたします。まずは前走の東京大賞典から振り返っていただきたいと思いますが、3着でしたけれどもいかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとね、左回りが苦手かなというイメージはありますけど、あ、この間あれか。あ、そうですね、この間です。はい、そうですね、まあ、あるは前々回か、左回りは。まあ、でも力は出せたかなと思いますけどね。はい、ちょっと周りの流れがちょっと早かったので、ちょっと動くのも早かったかなという気がします。はい、そしてその後このレース目標ということになって、中6周となりますけれども、中間は馬はどのように過ごしたんでしょうか。その後短期で放牧に出して、あと体と気持ちをリフレッシュさせる意味で、こういい中休みになったかなと思います。実際に馬上がってきて帰休後の様子というのはいかがですか。いや、もういつも通りで落ち着いてますし、はい、いい状態ではいます。どうでしょう、その証拠なのか、先週は半路でも1周前51秒台も出ましたが、稽古の動きいかがでしたか。そうですね、動きはいいですね、申し分ないですね。51秒で、内容としては1ハロン手前まで馬の後ろにつけて我慢さす意味 で、1ハロン過ぎた時点で外に出して、で、いい合わせまで来れたと思います。結構菱田騎手が乗っていたと思うんですけども、その菱田騎手の感触というのもどうでしょう、コメントなどいかがでしたか。そうですね、いい感じで臨めるかなと思います。さあ、そして今朝早速朝一番のハンドでの最終追い切りでしたけども、まあ、雪の影響もあったかと思われますが、まずはどのような点を意識しての最終追い切りでしたか。最終追い切り、まあ、先週しっかりやってますので、あまり早くなりすぎないように、姉妹重点で、時計はそんなに意識しないで、しまいをしっかり範囲を取るようにという感じですね。どうでしょう、その雪の重い馬場もあったかと思うんですけれども、動きやさらには上がってきてからの様子いかがですか。動きはいいですね、はい、状態はすごくいいと思います。じゃあもう完璧なといいますか、出来で臨めそうですかね。そうですね、あとは戦力、東京の戦力がどうか、左回りのが鍵ですよね。まさに今鍵とおっしゃいましたが、どうでしょう、まずはその距離という面では、最近中距離を走ってからの今回マイルですが、そのあたりはいかがでしょう。そうですね、それはこなしてくれるとは思うんですが、ちょっと、まあ、早くなるかなという気がするんで、いつも勝負どころでね、ちょっとこうエンジンがかかるのに少し時間がかかるようなところがあるので、その辺を戦力でどうクリアできるかなっていうのが鍵になるかなと思います。そして先ほども左回りという言葉がありましたが、どうでしょう、左回りだとやはり右回りよりもそのエンジンのかかりという部分でも何か影響があるんでしょうか。その辺はそうでもないと思うんですけども、ちょっと内に持たれたりっていうところが見られるんで、得意ではないのかなと思うんですけど、まあ、東京の戦力だとコーナーが一つなのでクリアしてくれるかなと期待しています。実際に3勝クラスも同じコースで勝ってますし、まあ、一つその意味では裏付けもあるかなと思うんですが、そのあたりはどうでしょう。そうですね、経験している距離は距離なんで、同じ競馬場でその辺はクリアできるかなと思うんですけど、まあ、そのいったさまざまな克服するべきところあると思うんですが、その意味では騎乗する鞍上というのも一つ、ポイントになるかと思うんですが、浜中騎手とは非常に天乗りで重賞勝って以来手が合っていると思うんですが、そのあたり相性などいかがですか。もうずっと乗っててくれるんで、馬の気持ちも、馬も安心して競馬に臨めるかなと思うんですけど、やっぱりそういったもうコンビネーションがしっかり出来上がっているように見えますか。そうですね、はい。そして、今日も、まあ、雪の影響道悪ですけれども、週末ももしかすると日曜日、道悪の可能性というのもありまして、ありますね、まあ、はい、この馬道悪で非常に、得意4勝を挙げてますけれども、そのあたりというのはプラスに働きそうですか。まあ、その道悪があまりにもね、早く時計が早くなってしまうとちょっと厳しいかなと思うんですけども、それなりに時計がかかってくれる道悪であればいいかなと思います。まあ、あくまでもやはりマイレーの対応ペース次第というところですね。そうですね、はい。まあ、改めて昨年この馬が岡田厩舎に初めて G1 級のレースの勝利を届けてくれましたけれども、まあ、今年はさらにという思いあると思うんですが、そのあたりいかがでしょう。そうですね、これからはもうどんどん上を目指して頑張ってもらいたいと思います。さあ、では今回おそらく厩舎にとってもフェブラリーステークスが初めての出走だと、ね、はい、思うんですけれども、有力馬で臨みます今回ファンへ向けて、では最後に一言意気込みをいただけますか。そうですね、状態もすごくいいので、
いい状態で競馬に臨めると思いますので、応援お願いします。